てるてる坊主を折ります。まずこちらを三角に折ります。三角に折って真ん中に折り目をつけます。こちらの折り目から斜めに折ります。次に4分の1の紙を用意します。こちらを丸く切ります。こちらを糊で貼ります。顔を描きます。こちらで完成です。